JR 四国は鉄道運輸収入の減少で極めて厳しい経営状態が続いているとして、来年春をめどに運賃を値上げすると発表しました。 JR 四国が今朝、国土交通省に対して運賃改定の申請を行いました。申請によりますと、管内の鉄道運賃と特急料金、定期券の価格などについて来年春から全体でおよそ 13% の値上げを行うということです。このうち高松駅発の主な区間を見ると、岡山駅までがこれまでの1550円から1660円に、観音寺駅までが1110円から1240円に、坂出駅までが460円から530円にそれぞれ値上げされます。運賃改定は1996年以来27年ぶりで、 JR 四国は今回の値上げにより年間20億円程度の増収を見込んでいるということです。